ニザダイは、鈴木目ニザダイ科に分類される魚の一種、東アジア沿岸の段階域に生息する。海藻を食べて、磯焼けの一員となる上、海藻の成分が発酵して、身に独特の臭みを帯びるが、食用にできる。小柄にある鋭い骨質板のため、取り扱いには注意が必要である。日本での地方名は多く、バイオリン、草んぼの字、三の時代。 ニザハゲ、サンコ、個、銭持ちハゲ、黒ハゲ、カッパハゲ、沖ハゲ、コウムキ、カワハギなどがある。 生魚の全長は4 0センチメートルほどだが、5 0センチメートルを超える個体もいる。体は紅葉樹の葉のような形でよく側平たし、皮膚は小さな鱗で覆われる。短い糞が前方に突き出し、その先端に小さな口がある。若菜は生魚に比べて体高が高く、尾ひれが白い。体色は茶褐色で、オツカブの個室突起は黒く、尾びれ。 尻びれの円は白い。体型はカワハギ類に似ており、実際にその名で呼ぶ地方もあるが、カワハギはフグメで分類が異なる。またヒレの形状も異なる。南洋ハギ、島ハギ、観覧ハギとは近縁である。これらはニザダイに比べて色鮮やかで、観賞魚となる。おヒレの前には4から5個の楕円形の黒っぽい、斑点が並び、このうちの3個は大きくてよく目立つ。 関東から四国にかけての地方名、三の字はこの反転を漢字の三に見立てたものである。なおこの反転部には硬い腰質板が突き出しており、掴んだりすると怪我をする場合がある。漁獲字などの取り扱いには注意が必要である。英名ソーテイルもここに由来する。別の英名セルジンフィッシュは直訳すると外界の魚であるが、これは メスのようにトゲが鋭いことに由来する。新潟県、宮城県以南の日本から台湾、および朝鮮半島南部の沿岸域に分布する。ニザダイカとしては、最も高緯度に分布している種類でもある。沿岸や瀬の岩礁域に生息し、生魚は水深10メートル前後で群れを作る。主に石灰もを食べるが、甲殻類や多毛類なども捕食する。中高生で、 夜間は休む。釣り、低地網、差し網などの沿岸漁業で漁獲されるが、異速ささのため商品価値が低い。本種を狙って漁獲することは、まずなく、市場に流通することもほとんどないが、回転寿司チェーン店、蔵寿司が商品化した。神奈川県水産技術センターが、研究開発したキャベツウニにヒントを得て、一定期間キャベツを餌として使用し、 臭みの除去に成功したという、メジナ釣りなどの際逃下道として釣れることが多い。かかった際の引きは強いが、頭を振って釣りが震えるためメジナなどと区別できる。数十匹で群れて行動するが、釣り上げようとすると暴れ、チリジリになるので連続で釣れることは少ない。身は一足釣りが、新鮮なうちに内臓を傷つけずに除去し、血抜きをすると良い。また、 冬には、臭みが薄れる。鮮度が良ければ刺身、洗いにすることができ、塩焼き、煮付け、唐揚げなどで食べられる。ありがとうございます。